アンディフェアウェザーローアンディフェアウェザーローは、イギリス・ウェールズ出身のギタリスト。代表曲は、全英12位を記録したベッシー・スミスのカバー曲、ギンハウス・ブルーズ。エコーを聴かせた、フィンガー・ピッキングでの独特な演奏が特徴。1966年に A 面コーナーの、ボーカリストとしてデビュー。1969年、ハーフ・アズ・ナイスが英国でナンバーワンを獲得した。 1970年にバンドは2つに分裂。アンディはデニス・バイロン、ブルー・ウィーバー、クライブ・テイラー、ニール・ジョーンズとフェアウェザーと改名し、新バンドを結成。同年シングル、ナチュラル・シナーで全英6位を記録。しかしバンドはアルバムを1枚残して解散。バンド解散後は引退を表明するが、1974年にソロとしてカムバック。 ソロ活動を行いながら、ロイウッドやデーブ・エド・マンズ、リチャード・トンプソン等多くのミュージシャンのレコーディングセッションに参加。1983年には、元スモール・フェイセスのロニー・レーンの呼びかけで開催されたアームズ・コンサートに参加。1991年からは、エリック・クラプトンのサポートギタリストとして抜擢され、ワールドツアーやレコーディングに参加。 1991年のジョージ・ハリスンとエリック・クラプトンの来日公演でも独特のフィンガーピッキングを披露した。1999年から2002年にかけて元ピンク・フロイドのロジャー・ウォーターズのワールドツアーにギタリスト及びベーシストとして参加。現在もギタリストとしてもシンガーソングライターとしても精力的な活動を続けている。ありがとうございます。